あれからもう20年以上経つのか。半丁際にゃ내가죽어도조직은영원해죽어봐라辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。この町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はい。Red!
大丈夫か？私、東城会五代目寺田幸雄は、おい。ああ、you
何ああ、すぐ倒れんじゃね。うわっ！